金沢大学。金沢大学は、旧制金沢愛科大学、旧制第四高等学校、金沢高等師範学校、金沢高等工業学校を主な母体として設立された、本州日本海側を代表する大学である。現在、山学域17学類8研究科を設置している。2004年4月に、 地域と世界に開かれた教育重視の研究大学という位置づけをもって改革に取り組むとして、金沢大学検証を制定した。検証は、教育、研究、社会貢献、運営の各分野から、それぞれ2項目、計8項目からなる。2008年4月に、それまで設置されていた八学部を三学域十六、学類へ改祖した。大学は、 1949年の学生改革の際に、金沢市所在の旧聖書学校を包括して、同年5月31日、国立学校設置法交付によって、金沢大学が正式に設置され、新生大学として誕生。同日付で、大野清文部省に、初代事務局長が発令され、事務組織の整備も進められた。同年、初代学長として、戸田昭蔵。 兄弟名誉教授が就任した。現在の新生金沢大学に包括された、教育機関の一つである旧生金沢医科大学、現存する私立の金沢医科大学とは別は、その期限を1862年に、黒川良案によって創設された加賀藩、金沢彦蔵氏当所としいる。本校ではこの経緯から、大学の創立年を1862年、 設置年を新生大学が誕生した1949年としている。教育学部の前身の一つである石川県女子師範学校は地方女子師範としては日本最古である。第四高等学校の起源の一つは完成四年1792年に第十一代加賀藩主前田治治により設立された藩校明堂、総合大学的性格を持つ。 文学校まで遡ることができる。また、新生国立大学の中では、旧生管理単科大学、ナンバースクールの旧生管理高等学校、高等主犯学校を全進校に合わせ持つ唯一の大学である。金沢城市にあった旧丸の内キャンパスは、旧地キャンパスとも呼ばれた世界的にも珍しい城郭内のキャンパスであり、大学本部のほか教養部、 法文学部、教育学部、理学部等が置かれた。歴史と自然が調和したアカデミックな雰囲気あふれるお城のキャンパスは、学生や教職員はもとより、市民や観光客にも親しまれたが、手狭になったこともあり、現在は郊外の角間キャンパスに移転している。採択1件、採択2件、2008年度からアカンサススカラシップ制度という、 給付型奨学金制度が実施された。各学類で、各学年に1名、または2名について、経済状況に関わらず、入学後の学業成績が優秀なものに、1年分の授業料相当額が支給されている。また、経済的な事情により授業料の納入が困難な学生に対しては、かつ、学業成績が優秀と認められる学生には、選考の上、 授業料の全額、または半額を免除する制度がある。授業料の免除制度は、アカンサススカラシップを受給している場合であっても受ける、ことは可能である。旧世代四高等学校跡地。江戸期三大お家騒動の一つである加賀騒動の原因となったと言われる、大月伝造の屋敷跡地と言われ、四校の前進校である、加賀半校名林堂があった場所。 理学部は1965年の旧丸の内キャンパス移転までは前身である四、高本館の建物を用いていた。現在は四高記念文化交流館として保存活用されている。金沢城市にあったことから城内キャンパスとも呼ばれていた。戦後、第9師団司令部庁舎は金沢大学本部として、旧付評な連帯兵舎は法文学部と教養部の校舎など、 旧軍施設を大学施設へ改築して利用。医学部、薬学部、工学部以外の学部、部局は、すべてこの丸の内キャンパスに位置していた。加賀半々世紀の建造物で現存する石川門を、大学の正門とし、30件長山図書館の書庫の一部として利用された。1960年代に、鉄筋コンクリートの校舎に整備。 一部残った軍の施設も引き続き校舎等に利用されていた。校地は多少手狭ではあったが、市の中心部に位置し、歴史、自然、文化が調和した美しいキャンパスであり、石川門の通称の白門が、加賀繁盛や敷跡に所在する東京大学の赤門に倣って、金沢大学の代名詞として用いられたこともある。1989年秋に法学部。 経済学部、文学部が、角間キャンパスへの総合移転の第一陣として移転。続いて1992年秋に教育学部、理学部が、1993年秋に、休教用部、その後大学本部などが移転した。角間キャンパスへの移転後、旧大学施設は一時、石川県立金沢二水高等学校の新築工事中の代替校舎として利用されたが、 現在は、金沢城公園として整備されている。以前は、工学部があったが、すべての施設が、角間キャンパスへと移転している。なお、平和町地区の付属高校が、校舎の全面改築工事を実施するため、2006年8月から2007年3月末まで、学校の全機能を、この小立の地区に移行していた。付属幼稚園、付属小学校、 付属中学校が設置されていた。施設の老朽化と、教小差を理由に平和町地区へと移転し、跡地には、金沢21世紀美術館が建設された。なお先日の戦国町キャンパス、丸の内キャンパスと合わせ、金沢大学は、市内の一等地をすべて明け渡したこととなった。2012年8月5日から FM 石川において、大学の広報番組である。 金沢大学ラジオキャンパス、金沢大学レディオキャンパスが放送されている。当初は金沢大学の初め元150年を記念した事業の広報が目的であったが、事業が終了した2013年以降も大学の事業や学生生活などを伝えている。番組では金沢大学の学生が携わる金沢大学放送局が番組制作に関わっており、 金沢大学の卒業生で、元 FM、石川アナウンサー、パーソナリティの松尾理恵も不定期で出演する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。